美味しそうな炊きたてのご飯、新米ならなおさらです。ところで皆さんは知っていますか？お米の鮮度と味の関係。お米は日に日に鮮度が落ち、味も悪くなっていきます。その原因は私たちが呼吸している酸素なのです。私たちはそこに着目し、この問題を解決しました。それがネルパックです。酸素による酸化、切ったリンゴは変色し鮮度や味を落とします。これが酸化です。同じようにお米も酸化し、鮮度や味が落ちるのです。そこでネルパック、ネルパックエイジレスは酸素を吸収する脱酸素剤です。またハイバリア袋は酸素を通しにくいフィルムで作られています。無酸素状態は食品の酸化を防ぐとともに、虫の卵の成長を止め、虫の発生を防ぎます。